はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回はマリノス激震走る高岡移籍へということで、まさかのタイミングですよね。これ来週にはスーパーカップというところでね、まあリーグ開幕も間近に迫ってる、この状況、編成がほぼほぼ終わっている状況での高岡選手アメリカ移籍のニュースが入ってきましたんで、今回その移籍に関してお話をしていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで早速やっていくんですけど、こちらでございますね。高岡移籍かというところでね、まあ、高岡選手に関してはサガン鳥栖にもいた選手で、僕も何回もこれ高岡選手の、プレーを直接ね鳥栖のスタジアムの方で、見ました。本当ね、練習からこの選手は気合が入っていて、ゴールキーパー練習から見る価値がある選手というのが僕の中の印象なんですけれどもね、その高岡選手、まあ、昨シーズンは J1 ベストイレブンを獲得しているんで、代わりの効かない選手なんですね。本当ベストイレブンを受賞しているわけなんで、国内最高ゴールキーパー、まあ穴埋めは難しいというところでございますんで、どうするか、ここにね新外国人ゴールキーパーを取ってきても枠の関係で難しいでしょうし、まあ、だから日本人に限られるというところで、まあ、補強があればですけれどもね、まあ、そこは帯選手とか、まあ、白坂選手とかね復帰組もいますんで、この辺どういうふうに使い分けるか、まあ、特に帯選手に関しては昨シーズン、まあ、1試合もねマリノスにいながら出番がなかった選手なんで、まあ、そこは燃えるものはあるでしょう。仮にまあ高岡選手が移籍となれば、昨シーズンの雪辱を晴らすチャンスがオビパウエル・オビンナ選手には来るわけなんでね。であと昨年鹿児島でプレーした白坂選手もいますんで、しかしそれでもやっぱ高岡選手の、ね、穴というのはなかなか埋めることは難しいんじゃないかという感じがしておりますけどもね。でこの高岡選手に関しては1月にまあ契約更新をしていてね、でやっぱこうなんていうんですか、サッカーの難しいところにはなってきますけど、まあ、サッカーって契約社会の難しいところにはなってきますけども、やっぱこう契約更新をしても移籍っていうのはあり得るんですね。そういうのはやっぱ、ね、僕も以前から言っていました、まあ、契約更新イコール残留ではないっていう話は、ね、以前もしたんですけどね、ただしこのタイミングかっていうのはありますよね。まあ、マリノスからしたらね、移籍金を残してのこれ高岡選手の移籍になりますんで、一定のお金は入ってくるというのと、あと高岡選手の年俸負担が、まあ、減るというところで、幾分かお金は生まれるんですけども、まあ、お金じゃないですよね。これもう高岡選手に関しては貴重な戦力、国内ナンバーワンゴールキーパー、まあ、日本代表にもっていう声がある選手なんで、お金をかけてなんとか、解決できるような選手の、流出とか移籍ではないというのがありますんで、このタイミングかっていうのが全てかなと僕は思うんですけれどもね。であとだからね、アメリカに行くことによって代表が、近づくのかとか、遠のくのかとか、まあ、いろんなねこれコメント、ツイッター上で見たんですけれどもね、やっぱりこうサッカー選手の移籍の形態というか、形態というか目的というのは、まあ、やっぱ代表を目指すために、海外、まあ、レベルが高いリーグでやるっていう選手と、それとはまた違う理由で、まあ、海外に出る選手がいるというところで、これやっぱ、ね、いろんな選手のインタビューとか、まあ、コラムとか読んでいて、たまにやっぱこういう話って出るんですよね。でそこでやっぱり、まあ、いろんな記事とか過去読んできて思うのは、やっぱりみんながみんなワールドカップを目指すわけではなくて、どっかのタイミングももちろん多分ね、若い頃はみんなが日本代表とか、ワールドカップというのを目指しているのは間違いないんだけど、ただこう年齢とか、まあ、環境とかタイミング、いろんな要素が絡み合って、まあ、代表よりも、まあ、やっぱ毎週毎週のリーグ戦を高いレベルでやっていきたいとか、まあ、そこの考え方が変わる選手っていうのは出てくるらしいんですね。こうやっぱりこう、ね、昔若い頃は、まあ、日本代表とか、ワールドカップというのが最大の目標だったんだけど、しかし、まあ、年を重ねるうちにそれよりもっていう別の理由が生まれて、海外に行く選手とか違う環境を求めて日本を出る選手っていうのがいるわけなんで、全員が全員全てのタイミングで日本代表ワールドカップを目指しているわけ
ではないっていうのは、やっぱりいろんな選手のインタビューとか、まあいろんな話を聞く上で感じるところにはなってきますし、高岡選手に関しては以前からやっぱり海外でやりたいっていうのがあって、その海外でやりたいというのが、まあ日本代表への思いなのか、それともやっぱり違う環境とか、高いレベルとか、まあいろんな環境でやってみたいとか、まあ本当いろんな、ね、要素とか、いろんな、ね、選手の指摘って本当いろんな考え方があるわけで、その考え方っていうのもやっぱり年齢とかね、いろんな要素は絡み合って変わっていくものでありますんで、今の高岡選手の中で日本代表というのがどんだけの目標、まあ優先順位にあるか分かりません。もしかしたら日本代表に入ることよりもこれからのサッカー人生、考えた時にはサッカー人生というか、まあ、サッカー引退後のことも考えて、やっぱり一度は違う環境でやりたいという考えがあるのかもしれませんしね。それこそね、代表から遠ざかってもやっぱり環境を変えたい、海外でやりたいという考えがもしかしたらあるかもしれません。これに関してはちょっと高岡選手の頭の中見てみないとわからないんでね。だからね、いや高岡そんなね、アメリカなんて言っても、日本代表遠のくぞっていう声があるかもしれませんけど、それは高岡選手が日本代表というのをどんだけの位置づけ、まあ、目標に置いてるかによって変わってくるんで、そこは僕は何とも言えない、まあ、高岡選手の本当に頭の中見てみないとわからないというところになってきますけれどもね。ただしね、本当いずれにせよサポーターが納得できるタイミングでの、まあ、移籍ではないしね、そういう方の心情というのは非常に理解はできますよね。僕もやっぱり毎回ね、まあ、サッカー選手、まあね、引退後の人生の方が長いんだから、まあ、こう一番輝いてる時にいろんなクラブに行って移籍とかするのはいいんじゃないかって考える人間なんで、ある程度ね、やっぱりこう選手の移籍というのは否定的には考えないんですけども、しかしまあシーズン開幕前の、このタイミングかっていうサポーターの心情は今回はまあ非常にまあ理解ができるとか分かるっていうところにはなってきますよね。だって開幕ね、もう2週間ぐらい前ですよ。でもうね、来週にはさっきも言った通りスーパーカップが始まるわけなんで、でまあ編成もある程度終わってしまっているんですよね。まあ多分夏場に使う予定だったお金を冬場に回すかどうかですよね。まあこれよくあるのがね、まあ夏場に本当はこんだけお金を、選手獲得に予算を割いていたけれども、途中でちょっとね、まあ監督解任とかでそのね、違約金の問題とかで、まあ夏場に回す予定だったお金を前倒して使うとか、そういう話はクラブの編成上結構あるらしいんですよね。で今回だから、今回入ってくる予定の移籍金とか、そこを今回使うか、この冬場の、タイミングで使うか、どうか、それとも夏場以降に使うかどうか分かりませんけれども、ちょっとね、マリノス連覇に向けて黄色信号というか、まあ本当昨年ね、守備を支えた、岩田選手も抜けて、ゴールキーパー高岡選手も抜けるとなると本当に痛手ですよね。まあフォワード、まあ前線とこを見ていくと中川選手も移籍をしているんで、本当各ポジションでレギュラークラスの選手が抜けてしまっているというところにはなってきますんで、本当マイナスね、素晴らしいチームなんですよね。本当、まあ、将来を考えた補強もしていますし、大抵ね、主力の選手が抜けるとその代わりの選手をすで、に用意していたとか、放出の発表と同時に、あ、そんな選手が来るのかみたいな発表もあったとかね、まあ、放出と新規選手の獲得というバランスタイミング本当素晴らしいんですけれどね、今回の高岡選手に関してはちょっとそこもさすがに難しいかもしれませんよね。あ、どうなんだろう、これ本当サポーター心情からすると非常に難しい席にはなってきますしね、本当僕がマイナスのサポーターであれば、おいおいおいって感じになると思うんですよね。まあ、それだけやっぱ高岡選手が、まあ、マイナスのサポーターから期待をされている選手と、ね、いうのもありますしね。で途中でも話したんですけど、補強があるかどうかで言うと今飯倉選手がフリーですよね。昨年まではヴィッセル神戸にいてね、マイノスでもプレーしていた飯倉選手がフリーということもありますんで、そういうまあフリーの選手、飯倉選手とか、もしくはこのキャンプを行う上で編成から漏れそうな選手ですよね。ちょっと今年は出番が少なくなるんじゃないかとか、もしかしたらベンチ入りも厳しくなるんじゃなかろうかっちゅうゴールキーパーが多分いると思うんですね。ちょっと今年はね、自分以外の選手がね、レギュラーポジションを取りそうな、そんな感じがしていて、そこでまあ移籍を希望する選手がいてもおかしくないというところ、例えば鹿島は
クホンスンって選手がいて、沖選手がいて、そして今早川選手もいますんで、ゴールキーパーが唯一ね余っているというか、まあベンチ入りも厳しいゴールキーパーだけれども、レギュラークラスの選手で言うと鹿島の沖選手あたりは十分ねあるんじゃなかろうかというところに個人的にはなってきますよね。まあわかりますよ、これ鹿島のサポーターから知ったらおいおいという話かもしれませんけど、ただ今鹿島は本当ゴールキーパーがね3人レギュラークラス、どこ行ってもレギュラーが跳ねそうな選手が鹿島3人揃ってはいますしね、ってことを考えるとまあ鹿島から1枚とかで可能性も、ゼロではないと思いますが、それは分かりません、僕の完全な今、妄想で話しているんで分かりませんけれどもね、まあ、そういう選手って多分いると思うんですよね。まあレギュラークラスとかね、まあ準レギュラークラスの力があるんだけどベンチ入りができない選手とか、まあ元ねレギュラークラスなんだけどもちょっとチーム事情でねレギュラーとしてプレーできていない選手とかいると思うんで、まあそういう選手の獲得に動くかどうか非常に注目でございますけれどもね。はい、中古で言うればすね、以上パルプンテジェルサッカーチャンネルのつっつんでした。よかったらチャンネル登録します。さら。